秋葉の森総合公園は埼玉市西区中区議にある総合公園。20ヘクタールが都市計画決定しているが、現在はそのうちの7.5ヘクタールが開業している。サッカー専用スタジアムとして秋葉の森総合公園サッカー場が敷地内に所在する。秋葉の森総合公園入り口付近2004年5月に3.0ヘクタールが開園。多目的広場。 バーベキュー場、サッカー場が設けられている。サッカー場は、開園前の2004年3月から、大宮アルディージャのサブ練習場として使用されている。大宮アルディージャの練習場としては、2013年1月から、近接する西大宮サッカー場をメイン練習場として、使用を開始しているが、当地をサブ練習場としての使用を継続している。なおスタジアム脇のクラブハウスは、 埼玉市所有のものであり、大宮アルディージャの専用というわけではない。2009年にも自然観察像が拡張開業し7.5ヘクタールとなった。埼玉市と上尾市の市境を流れる指線、辻川の上流部に位置しており、未開拓だった河川周辺が公園整備区域内にあり、河川も整備されている。秋葉の森総合公園内に設置されている。 サッカー場で日本プロサッカーリーグオーミアールディージャが練習場の一つとして使用している。2008年には全国高校総体のサッカー競技の会場の一つにもなっている。また、スタジアムに隣接して野球やサッカーに使用できるクレーの多目的広場も設置されている。場内の様子関東社会人、サッカーリーグの埼玉 SC ホーム会場として、 使われることが多いが、周囲住民からの苦情や生態系を生かした総合公演としての環境保護により、鳴り物の使用だけでなく声を揃えての応援やメロディをつけたコールも禁止されている。そのためサポーターは横断幕の掲示のみの応援となる。JR、東部の打線、埼玉新都市交通大宮駅より、東部バス、平方行きで秋葉入口下車徒歩15分。 ありがとうございます。